健勝人です。今日も皆様からいただいた質問に答えていこうと思います。で、今日の質問はですね、以前の動画で、2006年の、夏の甲子園準決勝智弁和歌山対帝京の大逆転ゲームについて私お話しさせてもらったんですけども、その動画についてコメントいただきました。それはですね、あの逆転劇の主役は松本投手だったのですねというコメントなんですけども、これどういうことかと言いますと、智弁和歌山対帝京っていうのは序盤から智弁和歌山が一発攻勢で、まあ、8得点を挙げて8回裏終了時点で8対4で智弁和歌山がリードだったわけなんですよね。で、9回の表の帝京高校の攻撃で帝京高校がビッグイニングを作って、なんと9回表だけで8得点を挙げるわけなんですね。じゃあ9回表で12対8になったわけなんですけども、そのビッグイニング8点目っていうのは、5点から一気に8点に行くんですけども、それはスリーランホームランで、そのホームランを浴びて私と同級生のエースの竹中選手がマウンドを降りた後に、ピッチャー交代でマウンドに上がったのが松本投手なわけなんですね。で、その変わった松本投手が1球で帝京打線を、仕留めてですね、チェンジになって、その9回裏の智弁和歌山の大逆転のゲームが生まれてくるわけなんですけども、まあ、その松本投手が、帝京高校の1番バッターの不破選手っていうのが、まあ、非常にバッティングのいい選手だったんですけども、ちょっとまあアウトコースの、まあ、シュートなのかチェンジアップなのかちょっと抜き気味の球で、まあ、不破選手がこうやって泳いで当てるだけのバッティングになって、それで、内野ゴロになってチェンジになって、それでパッとこう今までダラ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 続いてきた9回の終わらない攻撃を松本投手がパッとこう1球で切り抜けたことによって、その守備からベンチに帰って攻撃に向かっていくときにですね、あれ、なんかいけるかもしれないって思わせてくれたピッチャーなので、このコメントでもおっしゃられている通り、あの逆転劇の主役というわけではないんですけども、9回裏の攻撃にかなり弾みをつけてくれた投球をしたのが松本投手だったわけなんですよね。で、松本投手も、まあ、その試合9回裏でサヨナラゲームにしたので投げたのは1球だけなんですよ。で、ビハインドの状況で1球で抑えて、その裏逆転勝利になったので、あの智弁和歌山対帝京の試合の勝ち投手が松本投手になったわけなんですね。1球で勝ち投手になりました。で、実はですね、これ帝京高校側は、なんと1球投げて負け投手になった選手がいてるわけなんですね。それはなんと当時あの試合で1年生でショートを守っていた現日本ハムファイターズの杉谷健士選手、この選手がですね、1球だけ投げて、デッドボールを当てて、そしてすぐに交代っていう流れになって、なんとそのデッドボールを当てたバッターが最後のサヨナラのランナーとしてホームに帰ってきて得点を挙げたので、負け投手が1球しか投げてない杉谷選手になったわけなんですね。これがあの智弁和歌山対帝京、ホームラン数もそうですし、いろんな記録があるんですけども、ちょっとね、裏の記録といいますか、珍しい記録、1球で勝ち投手、1球で負け投手っていうような珍記録を生み出した試合でもあったわけなんですよね。はい。なので、まあ、松本投手の投球で、あの時1年生の杉谷選手がちょっとかわいそうだったんですけども、本当にこう1年生であの大舞台で1球投げて、確か変化球やったと思うんですけども、すっぽ抜けて、まあ、智弁和歌山の6番の松熊選手の、まあ、お尻か足の裏とかにデッドボールを当てて、まあ、すぐ交代で、その変わったピッチャーが、まあ、打たれて、あとはストライク入らずに私が、最後サヨナラ押し出しフォアボールで勝つゲームになったんですけども、まあ、そういう風な裏話もあるような実はゲームだったわけなんですよね。はい、今日はどうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。